皆さんどうも、おかみです。今日はトンテキオニオンガーリックソースを作ります。材料はこちらです。ニンニクは皮をむいてスライスします。今日は紫ニンニクを使いますが、普通のニンニクでも大丈夫です。豚ロースはとんかつ用の分厚いものをご用意ください。で、筋を切ります。こういう白いところに筋があるので、こういう感じで切ります。裏も同様に筋切りします。今筋切りし終わったところです。塩コショウ、下味を軽く。ニンニクのスライスがこんがりするまで焼いていきます。ニンニクがこんがりしてきたので一旦取り出しておきます。豚肉を焼いていきます。豚肉を焼いている間に付け合わせの野菜を用意します。今日は紫キャベツの千切りです。ひっくり返します。おー、美味しそう。で、裏面も同様に焼いていきます。火が通ったので、一回まな板の上に出しておきます。このフライパンに玉ねぎのすりおろし、醤油、酒、みりん、おろしにんにく、これをよく混ぜます。はい、今3分ぐらい煮詰めて、いい感じの濃度になったので、火を止めておきます。そしたら、トンテキを切ります。ガーリックチップを散らします。そして万能ネギをかけます。いただきます。うまっ、最高。豚肉とニンニクのパワーで夏バテ予防に最適ですね。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。